森ビルヒルズコンシェルジュ。今日はレストランコンシェルジュの馬場康夫さんに、虎ノ門ヒルズのハンバーガーショップビブをご紹介いただきます。最近の東京の外食界の一大ヒット商品に高級ハンバーガーがあります。ニューヨークからシェイクシャック、ベアバーガーなど次々に人気店が上陸しているんですけども、その先駆けとなったお店が2014年6月に虎ノ門ヒルズの1階にオープンしたビブという高級ハンバーガー店です。この店は同じビルの47階から52階に入っているアンダーズというハイアット系の高級ホテルが経営している高級ハンバーガー店で、140g のグリルビーフバーガーが1000円から1200円するんですけれども、ある意味このビルの中では一番カジュアルで入りやすい店だと思います。一度寄ってみてください。ハンバーガーショップビブは虎ノ門ヒルズ森タワーの1階で営業中です。